北山武博、北山武幸、1944年3月9日台は、日本の造園系公務員、香川県出身。1966年に、大阪府立大学の音楽文芸学科を卒業後、建設賞に入賞した。1985年に都市局、公園緑地下建設専門館となり、以降は、地域振興整備講談。 1989年時点では、建設省都市緑地対策室長。1990年時点では、埼玉県住宅都市部次長。1996年時点では、大阪市建設局と、建設省、公団、地方自治体の建設関係部署に、複数在籍した。退官後の2004年時点には、公園緑地管理財団副理事長を務めていた。2000年に、 第22回日本公園緑地協会、北村賞を受賞した。米、森幹夫、建設省名誉慈表者、1986年、地域振興整備講談20年市地域振興整備、講談、1994年、林業技術第575号日本林業技術、協会、1990年2月、造園雑誌第53巻第1号、 日本造園学会、1989年、埼玉年間1991、埼玉新聞社、1990年、北三部進む、角山大介、平尾徹賞、吉田孝一、石田忠明、花と緑の国際イベント、国際罠ランマン95について、大阪市建設局業務論文報告集1996年3月、ピアニッシモ、 86から89広報費、作り協2004年8月10日、第365号日本造園建設業、協会、北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会。ありがとうございます。